国境付近で賊に襲われている旅団あり、ディオニス王国の王エルデと第一王子モントは第二部隊早急を率いて旅団救出へと向かう。だが賊の襲撃を受けていたのは大国ホルンの姫君マシュリーであった。モントはマシュリーらと力を合わせ賊を退けるものの、衝撃の事実を知らされる。マシュリーはディオニスの敵国であるフェネスの王ムラガへと嫁ぐ三神の儀の途中だったのだ。そのムラガがマシュリーの奪還を大義名分とし、ディオニスへの侵攻を開始。そしてフェネスと同盟を結ぶホルンの軍勢がムラガらと合流する。混沌とする戦場でモントはマシュリーに絶対に守ると約束するのだが、申し上げます、フェネスとの交戦中にホルンの軍が、父上の立てた策はおそらくホルンの援軍が到着する前にムラガを仕留めること。しかしこうなれば連合軍との戦は避けられぬか。お待ちなさい、シュテル。ホルンの誤解を解けば戦を回避することはできるはず。我らリオニスは賊からホルンの姫を助けたのですよ。恩を仇で返すなど。これまで我らリオニスは確かにホルンと良好な関係を築いてきました。真実を伝えることができれば兵を引いてくれるかもしれません。ひとまずは。ひとまず。ええ、ひとまずにすぎません。その通り。おお、あなたまで。ホルンの王ロブ殿は義を重んじる賢秀らしいですからな。一旦は剣を収めてくれましょう。しかし再びフェネスがリオニスを攻めるとなれば、ホルンは今度こそ総力を挙げてこのリオニス城へと進軍してくると。なるほど、よくわかりました。ではホルンを止める方法はないというわけですね。いいえ、ヘレナ姫、一つだけありますぞ。その手とは。ムラガを撃つこと。シオ、どうか力を貸してもらえませんか。あのリリシュでさえ全く歯が立たなかったと聞きます。しかし死がいてくれれば。私からもお願いしますわ。やれやれ、そろそろいとまごいをしようと思っていた矢先に。しよ。まあ仕方ありませんな。この老いぼれの剣がどこまで通用するか試してみることにいたしましょうか。ありがとうございます。死がいてくだされば心強い。しかし覚悟はなされよ。死ぬ気で挑まねばムラガは撃てませんからな。なりません、エルデ様からは。下がれ、キトン。ですが。キトンよ、お主も分かっておろう。こうなってはシテル様は絶対に引かぬと。あの王はすでに撤退の準備に入られておられます。バカな。父上は籠城なさるおつもりだろうが、あいにくそのような準備は整っていない。今から準備をしてもまず間に合いませんな。
やはり道は一つのようです。では私も参りましょう。母上もなりません。私だけが生き延びたところで何になりましょう。死ぬ時は一緒です。しかし大層なことを言うくせに、まさか母一人守れぬ。母上には傷一つつけさせやしません。ありがとう、シュテル。勇壮、出陣する。急げ。嫌な役目で申し訳ないが、エルデ様への報告頼まれてくれるか。分かったよ。おいおい、もっと喜んではどうだ。モント様のおそばにいる、それが望みなのだろう。一言余計よ。シテル様はわしが命を懸けて守る。モント様を頼んだ。シュテル様。ええ、分かっています。村上、ただの蛮族と聞いていたが、このような小細工もするか。力ばかりで押してくる村がとは思えぬ所業ですな。とはいえ気配はそれほど多くはなさそうに見えますな。久しぶりに暴れましょうか。よろしいですな。では村賀の手の者に勇壮の恐ろしさを叩き込み、震え上がらせましょうぞ。痛むか。話せ。話さると切るぞ。ほう、勇ましいな。あんたには心から同情する。でもさ、主に刃を向けたとなれば感化することはできないよ。シュゼルト、やめよ。王子だからといって切らぬと思うか。どうした、震えているのか、腰抜け王子め。ああ、僕は王子失格なのだろう。なんだと。だがそういう君も近衛兵失格だ。黙れ。どうして、なぜ避けない。君のような男にマシュリーは任せられない。僕が守る。部下の無礼、心から詫びる。気にする必要はない。モントに蹴押されたのか、傷も浅い。さらに無礼承知で言わせてもらうなら、急にたくましくなったように見える。気功のおかげかもしれんな。わらわの。行こう。せいでは復讐もかなわぬ。今は傷を癒し、機会を待つんだ。急いで撤退の準備に入れ。
来とんか。悪い知らせのようだな。顔色でわかる。申し訳ありません。シュテル様がご出陣なさいました。シュテルが来てくれればこの戦況を覆せる。シュテル、リオニスの後継者か。すまない。謝ることなんてないよ。剣の腕はシュテルにはかなわない。それは本当のことだから。では諦めるのか。諦める？何を？決まっておろう。リオニスの後継者の座だ。後継者を誰にするのか、それはわしが決めることだ。来とんよ。シュテルに伝えよ。すぐに撤退し城へ戻れと。まったく何を考えているのだ。ヘレナを残し出陣するなど。いえ、ヘレナ様もご一緒に。なんだと。敵が来ます。ご報告申し上げます。フェネスの援軍が続々とこちらへ向かっている模様。フェネスの援軍が？我らが城を出たことがすでにムラガの知るところになっているとは、なかなかやりますな。シオ、ムラガの動きどう見ますか？ムラガの奴め、シテル様を警戒しているのでしょうな。俺を？エルデ様はシテル様をガンとしてフェネスとの戦にお出しにならなかった。それゆえ恐れている。まあ秘密兵器といったところでしょうな。まさか父上はこの時のために俺を。とはいえこれでわずかではありますが勝機が見えましたな。どういうことです？ムラガはモント様を見くびっているとも取れますからな。さすがはシレス。俺も同じことを考えていました。確かに剣の腕はシテル様には及ばぬかもしれません。しかし戦の経験は数えきれないほど。そろそろ花開く頃合いでしょうな。ええ、そう思います。では参りましょうか。城勤めでなまった体をほぐさねばなりませんからね。痛むのか？ホルンの近衛兵は泣き言が得意だね。地位も名誉も捨てた。もう近衛兵などではない。そうか。じゃあ仕方ないね。これで私を利用しやすくなるか。利用？誰が？全てを失った私を利用する心づもりなのだろう。逆じゃない。あたしらを利用すればいいんだよ。なんだと？血の流れの戦などない。でもさ、流れてはならぬ血もあるだろう。ムラガ・フェネス、奴はやってはならぬことをした。その報いを受けるべきだろう。泣いているのか？俺の家族のために、ナイアのために泣いてくれるのか？戦などなくなればいい。
それができるのはモント様だけだと思っている。そのためならば私は何だって利用するさ。だからあんたも私らを利用すればいいんだ。あんたのことだ。モント様の気持ちをこれっぽっちも理解してないんだろう。モント殿の気持ち、さっき言われたばかりだろ。この衛兵失格ってさ。この衛兵なんて肩書きに縛られて苦悩してるあんたを見てられなくてああ言ったのさ。きっとね、利用するとかしないとか敵とか味方とかそんなもの関係ない。どっちが正しいかだろ。優しいのだな、モント殿は。ああそうだね。でもだからこそ心配なんだ。リリス様！どうしたんだ？ホルンの兵が続々と到着し、我が軍が押され始めています。このままでは。待て、どこへ行く？モント様がまだ前線で戦っている。行くな！へえ、今さら私をか弱い女扱いするわけかい？しかし相手は堅牢なのだぞ。無茶だ。二人をマッシュリー殿とシュゼルトを急いでリオニス城へお連れしろ。はっ！やめろ、死ぬ気か！私はまだ死なないよ。生きるために行くのさ。あんたとは違ってね。リリシュか、良い女だな。だがわらわの次だからこの世で2番目か。いいえ、3番目です。ナイヤがおりますから。まあ良い、それだけ軽口が叩けるのならば自分の足で歩けるな。マシュリーたちは？心配いらないよ。警護の者をつけリオニス城へ送り届ける手配をしておいた。そうか、ありがとう。じゃあこの敵の正体を叩いた後、私らも撤退しましょうかね。ああ、そうしよう。郵送、水産。シテル、来てくれたのか。兄貴、ずいぶんと苦戦したようだな。お前ほどの剣の腕はないからね。でも、でも今日だけでも何度も視線をくぐり抜け、少しだけ強くなった気がする。少し。兄貴は自分を過小評価しすぎだ。過小評価？無駄口を叩く暇などないぞ。すぐに撤退する。撤退する必要などありません。俺たちで村が撃ちます。そうです、父上。こっちにはシテルがいるのです。村がなんて。うぬぼれるな。まもなくホルンの本体堅牢が村がと合流する頃合い、もはや一刻の猶予もない。しかし牢城の準備は。牢城などせぬ。では何のために城へ？わらわという人質がいる。マシュリー、なぜここに？
少なくともホルンを止められるだけの値打ちはあると思うわな。どうだ？ダメだ、そんなことさせない。モントよ、お前がしんがりを務めよう。僕が？それは無理だ。モントにはまだ務まらぬ。マシュリー殿、貴公は人質なのだろう。我らの策への口出しは慎んでもらいたい。我ら本体が見えなくなるまでここで敵軍を食い止めよう。その後追撃をかわしながら城へと帰還する。よいな？はい。モント死ぬなよ。ああ兄貴、大丈夫だ。絶対にやり遂げてみせる。それよりも父上のことだ。父上にはきっと何かお考えがあってのこと、そのうち必ず分かると思うんだ。だから。そのうちか。ラマダ、星は何と言っているんだい？さあ、どうでしょうね。あまり言いたくありませんわ。言いたくないってことは、まさか。そこまで、うちらの部隊って絶望的なの？そういうわけではありませんわ。知られた未来を裏切ろうとする。だから言いたくないのです。意味が分かんないや。逃げ切れると、私がここで宣言すればどうなると思いますか？そうすれば兵たちは安堵し慢心するかもしれません。反対に一人残らず殺されるといえば、皆の士気は下がり、中には逃げ出す者も現れるでしょう。確かにそうかもね。いずれにせよ、中途半端に知れば、決まっていた未来は、すくった砂のように手のひらからこぼれ落ちてゆくことになります。つまり、今は何も知らない方がいいってことなの？ええ、そういうことですわね。それじゃ、恥ずかしがり屋の未来を力ずくで振り返らせてやるとしようかね。おお、ロブ殿か。ご足労、痛み。挨拶などよい。答えてもらおう。ナイヤをなぜ殺した？理由もなくそのようなことをすると思いか？それは分かっている。だがならば、なぜ一言相談してくれなかったのだ？シュゼルトだけではありませんぞ。ホルンにはまだリオニスと通じているもの。それは誠か？奴らを牽制するため、あの女を見せしめにする必要があった。しかし祖国を裏切った者に裁きを下す、当然のことですぞ。ホルンのしばしの平穏はこれで約束されたはず。どうなされた？まだご不満か？ムラガ殿、
そなた本当にあの村が殿か。なぜそのようなこと。いや、以前会談した時とはだいぶ印象が違っておるのでな。俺は俺だ。他に誰も俺にはなれぬ。して戦況は。勝利の女神は我が方にあり、まさに圧倒的。マシュリーの安否は。当然把握している。いずこで。この戦場にいる。なんと、リオニスめ、何を考えておる。だがフェネスは屈しない。それで奴らはついに逃亡を始めた。籠城するつもりであろう。そうなれば厄介であるな。では我らホルンの誇る剣狼が追撃に加わろう。リオニスめ、一気に飲み込んでくれる。